さあ皆さん上智大学行ってみたいと思います。今日の長文は空小銃5問行ってみたいと思いますので頑張りましょう。皆さんこちらの説明指示の一読をお願いします。さあ皆さん第一段落でございます。まずは空所41番ですね。こちら選択肢でございますので検討をお願いします。さあ皆さんこれ空所の右側の目的語が変化となってますよね。でなおかつ選択肢こちらのような並び方をしてたらもう一発で正解がわかりますね。そうです、正解は D ですね。で皆さん選択肢眺めていただきますと Undergore が使われておりますが、今からお伝えする話は極めて有名なんですね。ですからご存じないという方は後でまとめますので今聞いておくだけで大丈夫です。で皆さん Undergore、 うにゃうにゃを経験するという意味でいいんですが、目的語は変化で、その目的語が変化ということを意識できている生徒さんとそうでない生徒さんがいるのは分かって大学側は聞いてきますからね。ですから今回は Change で選択肢 Undergore 見た瞬間 D が正解と。ですから Undergore を覚える際にはうにゃうにゃを経験するというよりかは変化を経験すると、そういうふうに抑えた方が点数につながりますので参考なさっていただけますとよろしいかと思います。さあ続いて空欄42番でございます。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。でまず品詞の話からしますが、空所42番の右側、もちろんこの43番があってまだどういう表現が入るかわからないんですが、品詞は確定しますよね。そうです、冠詞のあがついておりますので、この空43番には名詞が入るはずですね。でそうなってくると皆さん選択肢の C、 これ皆さん副詞でございますので名詞にかけることはできないですね。そして皆さん次のヒントは文頭の1ですよね。もちろん動詞この is をご覧いただいてもわかるかと思いますが単数形で、皆さん意味内容上も notable、まあ注目すべき、そういう変化の一つが点点点と、まあそれがイリゲーション、灌漑という話になってますよね。でその段階で選択肢の B、 and をもしここに入れてしまうと空所42番の右側 astrict 点点点と、こうなると皆さん2つになってしまいますよね。あくまでも最も注目すべき側面の中の一つが灌漑と言ってるわけですから複数にする必要性はなさそうですね。そして皆さん意味内容上最も注目すべき側面のうちの一つが灌漑と言ってるわけですから、意味内容上空所42倍にも左側に焦点を当ててるんですよね。ですからその働きをうまく説明してくれてるのは皆さん A の rather than ですよね。で意味内容上この右側というよりもむしろ左側、左側に焦点を当てる働きをするのが rather than ですよね。ですから選択肢の D も less ではダメですよね。あくまでも空所の左側ですよね。ここに皆さんに注目を持ってもらいたいわけですから、やはり正解は A ということでよろしいかと思います。では皆さん続いて空所43番の検討をお願いします。さあ皆さんこれは空所の右側の前置詞 on がヒントですよね。そうです、その on とつながるものとつながらないもの、皆さんつながりそうなのは選択肢の C の reliance と D の influence、 このあたりは皆さん熟語の知識で知ってるかと思います。であとはどっちにするんですかということですが、選択肢の D の influence、 皆さんこれは have an influence on、 うんたらかんたに対して影響を及ぼす、でそういう形になってるといいんですが、残念ながら空所の左側そのようにはなっていないので残念ですから選択肢の C reliance、 これであれば皆さん動詞で rely on、 それの派生語として皆さんは考えることができるかと思います。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ続いて空所44番でございます。選択肢の検討をお願いします。さあ皆さんこれは空所の左側 let、 そして空所の右側 productivity という名詞ですよね。
でもちろん動詞の原型はリードですが、その後ろに名詞を置きたければ選択肢の B が正解ですよね。 Lead to プラス名詞で、もちろんこの improved はその右側の agricultural productivity、 その名詞を修飾している形容詞。そういうふうに考えればうまいこといきますね。ですから lead to 名詞、その熟語の知識で B が正解ということでよろしいかと思います。さて空所45番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の前後の関係性でいけそうですね。皆さん45番の左側、まあ this と書いておりますので、直前の内容で、そこを見ると皆さん生産性の話がありますね。で、先ほどの選択肢の正解でもあった improve、 そうです、生産性が改善してるんですね。ですから一つ目のプラスの価値観で、空所45番の右側見ていただけますと人口が増えてますよね。で、それに皆さん貢献してます、寄与してますと書いておりますので、プラスの価値観二つ目で、皆さんこういう感じで同類の内容を追加していくときに使える選択肢と言われたら、正解は intern ですよね。で、このあたりも後でホワイトボードをまとめますので、今は聞いておくだけで大丈夫です。まずは生産性の向上で、次に intern、 人口の増加、こういうふうに使うものですからね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。サビさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは一番上、アンダーゴール。もちろん行く仕方はうんたらかんたらを経験する。で、これだと皆さん点数に直結しないので、変化を経験するといった方がよろしいかと思います。そして二つ目の星印、うにゃうにゃに影響を及ぼす。で、先ほどはインフルエンスが絡んでおりましたが、have an influence on、そして have an impact on、これも言い換え可能ですからね。そして、頼るという意味で先ほどの reliance、それが絡んでましたが、少し視野を広げていただきたいと思います。で、訳し方は A に B を頼っている。もしくは依存してるで OK です。で、皆さん例文書いてみましたが、有名どころは depends on ですよね。で、depend on A。で、いいんですが、後ろ B に当たる部分ですね。これが皆さん繋がってれば、皆さん前置詞何を入れるか皆さんご存知でしょうか。もちろん for ですよね。ですが、今日は問われてませんでしたが、皆さん depend on で終わるとちょっともったいない。念のため for まで押さえておいてほしいですね。そして皆さん depend on の書き換え。で、皆さん有名どころは rely on、count on、fall back on。そして皆さん最後 L で始まる単語と T で始まる単語、 look to と turn to、 まあ上智ならこれぐらいまで押さえておいた方がよろしいかと思います。でもちろんこの後もまとめが続くんですが、ひとまずホワイトボード1枚目、ここのまとめが終わりましたので、これを定着させていただくべく復習しやすい画面に書き換えますね。さあ皆さん復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、その後皆さん画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、丸1番から丸10番までに適切な語句ですね。それがスラスラ入るよう、つまりスラスラ言えるよう活用していただけるとよろしいかと思います。では、次の画面に行きますね。さあ皆さん、続いてはこちら。前後の関係に注目しておきたい語句。これを言ってみたいと思います。で、皆さん、例文は先ほどの文章を拝借いたしました。letter to ですね。まあもちろん原型は lead to でいいんですが、それの前後はどんな関係になるのか。皆さん、主語に当たる部分は conversion to continuously irrigation。つまり考えへの転換ですね。で、letter to の右側、生産性が向上したと書いてますね。ですから letter to の左側と右側、もちろん左側が原因で、右側が結果の関係ですよね。つまり因果関係ですが、このあたりもちょくちょく問われますので、意識しておいた方がよろしいかと思います。そして letter to と同類の表現、頭文字を書きました。皆さん3つぐらいは言えそうでしょうか。 result in、 bring about、 contribute to。皆さん、この一つ一つの訳し方を押さえるのもまあいいんですが、前後は因果関係であるということも意識しておいた方が安心です。そこを分かってるかどうか聞いてきますからね。そして二つ目、intern。皆さん、例文で確認しましょうね。You dislike others。あなたが他の人たちを嫌ってしまうと、and you are disliked by them in turn。今度はあなたが嫌われてしまいますよ。で、皆さん、訳し方は今度はでいいんですが、先ほどの問題でも取れていた通り、同類の内容を追加する場合に intern の登場ということでございます。で、皆さん、intern が正解になってくる可能性は極めて高いので、このあたりも押さえておいた方がよろしいですね。ということで皆さん、こちらも復習しやすいような画面に書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。
で、皆さん先ほど同じようにこんな感じですね。空襲に入る表現をスラスラ言えるよう活用していただけるとよろしいかと思います。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。